どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海、北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問い71から問い80までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い71番です。中枢神経系に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、まず A なんですが、タンパク質などの大分子は、血液中から脳の組織に移行しにくいが、そしてイオン化した小分子は、血液中から脳の組織へ移行しやすいよとありますけど、確かに小さい分子は移行しやすいんですけど、ただイオン化したものというところがダメなんですね。あのイオン化したものというのは、イオンというのはよく何ですかね、スポーツドリンクとかの後ろの表記にこんなイオン入ってますよみたいな感じで、ミネラル成分が入っていると思うんですけど、イオン化しているものというのは水に溶けやすいものになります。なので水に溶けやすい、いわゆる水溶性の物質というのは、これ脳の方には移行しにくいので、なので、ここイオン化したものは、移行はしにくくなります。そうなんですよ。なのでイオン化したものは水っぽいもの、水溶性のものなので移行しにくいです。逆に脂溶性のものは脳に移行しやすかったりするので、まあ、そういったところの特徴がありますので、脳に移行しやすいのか移行しにくいのかというところの違いをしっかりと確認しておきましょう。はい、では次行きましょう。 B は正解、そして C です。脊髄は末梢からの刺激の一部に対して脳を介さずに刺激を返す場合がありますよ。これをですね、脊髄反射と呼んでいきますと言っています。はい、このあたり、あの例えばこう膝のところポーンと、膝のところポーンと叩くとパーンとかって動くの、かっけの検査とかってやったことありますでしょうか。これはですね、何かというと、例えばこう、ごめんなさいね、変な絵で、大変申し訳ないんですけど、こんな感じで、なんか台に座ってるとします、ね。台に座ってるとして、例えば私たち、どこでもいいんですけど、太ももバーンと、ね、太ももバーンと叩きましたとなりますと、太ももバーンと叩いたら太もものところ通って、そして脊髄通って脳のところで痛いと理解して、太もものところにいたたたたたという刺激を伝えていくのが通常なんですけど、ただ、今回のこの脊髄反射と呼ばれるものは、例えばここの膝蓋部と呼ばれる、膝構造のあたりですね、その膝のちょっと下のあたりのところを、叩いていきますと、そうすると太もものところを通して、そして、脊髄のところに行ったら脳に行かずに、そのまままた反射としてパーンと自分の意識とは関係なく動いていく、そんなのが、脊髄反射になりますので、例えば夜間とかで熱いものをこう触ろうとし、あの何だろう、夜間とか触ろうとした時に、あ、すごい熱くて、高熱でね、熱くて触る、熱つつつとかってなるのも、それも脊髄反射になりますので、そういった、もの、脳を介さずに反応していく、脊髄が脳までに行かないで反射を介していくことを脊髄反射と呼んでいきますので、このあたり十分に気をつけておいてください。はい、ということで、介してではなく介さずにというところになりますので、 C は誤り、そして D は正解なので、4番が、正解となりました。では次に行きましょう。問い72番です。自律神経系に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、B ですね。交感神経系が活発になると唾液の分泌が更新しますよーとなっているんですけど、これ唾液の分泌、特にサラサラの唾液の分泌、要は唾液ジャージャーに出ますかというところでは、これ興奮してるとね、興奮してるとサラ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 っていう唾液ではなく、粘っこい唾液が出てきますので、これあの唾液の分泌、サラサラの唾液がいっぱいブワーっと出てくるのは、これは副交感神経系が活発になっていくところになりますので、なので、こう眠り落ちてる時にタラーンって唾液出たりしますよね。そうなんですよ。そういうところのイメージをしていただければ、もうこうなんか枕とかもびしょびしょになりますよね。はい、ということで、そんなところでは、ここ
副交感神経系の、記述になっちゃいますので B は誤り。それから C です、副交感神経系の活発が抑制されると瞳孔が、収縮する。これ違いますね。収縮ではなくこれ散大していきます。何かというと副交感神経系が刺激されると収縮するんですけど、その活動が抑制されると言ってるので収縮じゃなく今度は逆、散大していきますから C は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い73番です。薬の吸収、分布、代謝、排泄に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A は正解、それから B なんですけど、循環血液中に移行せずに、薬効を発揮する医薬品の場合、その成分が体内から消失する過程で吸収され、循環血液中に移行することはないよ、とあるんですけど、はい、これ何かというと、循環血液移行せずに、移行しないで薬効を発揮する、医薬品の場合、体内が消失する過程で吸収されて循環血液中に移行することはないようとあるんですけど、これ違います。移行することがありますので、なのでその成分が体内から消失する過程でというところね、特に最後のところ移行することはないではなくて移行しますので、なのでこれ B は誤りとなります。ここちょっとややこしいので、しっかりと、循環血液中に移行せずに薬効を発揮するのか、移行して薬効を発揮するのかとか、そういったところですね、ややこしいところになりますので、しっかりと確認しておきましょう。はい、それから C は正解、それから D です。D は正解なんですけど、血液中で結晶タンパク質と、結合して複合体を形成している有効成分の分子は薬物代謝酵素の作用で代謝されないようとあるんですが、そうなんですよ、代謝されません。これ何かというと、まずは結晶タンパク質と、結合して複合体を形成している有効成分の分子はって何ですかっていうところなんですけど、例えば今これ血管の中の血液ですねを見ていくと、結晶タンパク質。結晶タンパク質ってこれ何かというとアルブミンです。アルブミン。アルブミン、まあ、アルブミンとは言っていかないんですけど、でもこの結晶タンパ、何ですか、ここでは言及、アルブミンって言及しているわけじゃないんですけど、この結晶タンパク質と複合体を形成している、要はくっついている医薬品の成分というのは、このずっとくっついてる状態ではなく、くっついたり離れたりしているものもあります。なので、このようにくっついたり離れたり、くっついたり離れたりの、可逆的に、こうね、働いておりますけど、このようにくっついてるものに関しては、こちらですね、問題文に書いてありますように、薬物代謝酵素の作用で、代謝されないよというところですね。そうなんですよ。代謝されません。なので、要は邪魔しちゃってるので、タンパク質が。タンパク質が邪魔しちゃってるので、代謝酵素の働きが影響をほとんど受けません。あとは、排泄もほとんどされませんよね。分子が大きくなっちゃうので。フィルターに引っかかっちゃいますから、ほとんど出ていきません。あとは、お薬の作用としてもほとんど発揮してきませんので、なので、くっついてる状態なのか、くっついてない状態なのか、というところをしっかりと見極めていただきたいと思いますので、このあたり大丈夫でしょうか。はい。ということで、D は正解なんですけど、ちょっと解説させていただきました。ということで、問い73番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い74番ですね。次の材形のうち、吸収された有効成分の大部分が、門脈を経由して、肝臓を通過するため、肝臓に存在する、酵素の働きにより最も代謝を受けやすいものはどれでしょうかということで、はい。なので、これ何かというと、初回通過効果の話をしております。肝初回通過効果の話をしておりまして、要は、体の中に一番最初に入った時に肝臓を経由するのか、それとも肝臓を経由しないものなのか、というところ、例えば注射直接、入れていた場合は、血管に入っていきますので、肝臓で一番最初に代謝されずに、経由しませんよね。というようなところで、経由しないものはどれか、経由するものはどれかというところでは、はい、こちら答えは、5番が正解となります。
口腔内崩壊状、口腔内崩壊状というのはあくまでも口の中で早く溶けてい、くことを目的としたものになりますので、なので例えばスプレーとかクリームね、これは皮膚から吸収していくので肝臓経由一番最初はしません。あとは点鼻薬に関しても鼻にシュシュッと、鼻腔粘膜から吸収するように作られた製剤なので、これもそうですね。それからあとは舌下状に関しても、ベロの下のところに舌下静脈っていう静脈があるので、そこから吸収するように作られた製剤となりますので、肝初回通過効果は受けませんので、はい、ここのところ、5番が正解となりました。では大丈夫でしょうかね。はい、では次行きましょう。問い75番です。医薬品に関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、チュアブル錠は水なしで服用すると、喉や、食道に張り付くことがあるため、必ず水とともに服用しましょうとあるんですけど、チュアブル錠は水なしで服用することができます。さらに噛み砕いたりすることができるものなんで、通常の錠剤とかカプセル剤噛み砕いちゃダメなんですけど、チュアブル錠は噛み砕いて服用することができますので、なので A は誤りとなります。水なしでも服用することも OK ですのでね。はい、それから B、 軟膏剤は有効成分が適応部位に留まりやすいという特徴があり、そして一般的に患部を水で洗い流したい場合に用いますよとあるんですけど、軟膏剤というのは油分が多いです。油分がすごく多いので水で洗い落としにくいです。水を弾いちゃいますので、なので、ここ洗い流したくない場合に使っていきますので、B は誤り、そして C と D は正解なので答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い76番です。皮膚粘膜障害に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A は正解、 B ですけど、A と B は大丈夫でしょうか。皮膚粘膜がん症候群と中毒性表皮 A 氏誘拐症候、よく見比べて出てきますので十分に気をつけてください。で、 A は正解でいいですね。皮膚粘膜がん症候群とスティーブンス・ジョンソン症候群 SJS、 これも絶対しっかりとつながるようにしておいてくださいね。そして B の中毒性表皮 A 氏誘拐症は雷症候群、惜しい、雷症候群じゃないんですよ。何かというと、ライエル症候群なんですよ。ライは一緒なので、L までつきます。なので、ひゃー、引っかかりますよね。これ、さらっと読むと引っかかりますので、十分に気をつけてください。そして、TEN10 とも別名言ったりしますので、はい、このあたり、しっかりと確認しておいてくださいね。はい、で、あとはですね、ちなみに雷症候群って何だったっけ、なんか聞いたことあるなーというところでは、雷症候群は小児に生じる急性脳症になります。小児ですね、比較的死亡率が高いものになります。なので小児に雷症候群を起きちゃうお薬何かっていうと、サリチル酸系の解熱鎮痛成分です。そうなんですよ。サリチル酸系の解熱鎮痛成分って、15歳未満使っちゃダメだよとか、あとは、なんとか、なんとかって言っちゃいけないですね。水痘とか、インフルエンザにかかっている15歳未満使っちゃダメですよとかっていうような限定条件ついてるようなサリチル酸系のものはありましたよね。はい、なので、そういったところでは、15歳未満ダメだよって言ったのは、やっぱり雷症候群の可能性があるので、なので、使っちゃダメですよということを言っておりますので、そこと雷症候群、サリチル酸系の解熱鎮痛成分、ぜひつなげておいてあげてください。はい、ということで、B は誤りとなりました。そして C、D は正解なので、3番が正解となりました。では次行きましょう。問い77番です。医薬品の副作用に関する記述のうち誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているのは4番が誤っております。はい、4番なんですけど、高血圧や心臓病、あとは循環器系の疾患の診断を受けている人が一般用医薬品を使用した際に、動悸や、一過性の血圧上昇、顔のほてりなどの症状が現れた場合、その医薬品を適正に使用しているのであれば、使用を中止する必要はないとあるんですけど、そんなことありません。中止してあげてください。はい、なのでここが誤っておりますので、4番が誤っている記述となりました。はい、では次行きましょう。問い78番です。医薬品の副作用に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、B、C、
正解ですね。大丈夫でしょうか。A、特に肝機能障害、自覚症状がないこともあったりしますし、それから B のところ、ビリルビンがですね、尿中に排出されて尿の色が濃くなることもありますから、このあたりも見ておきましょうね。はい、そして、C はですね、尿が出にくくなることがありますので、抗コリン成分ですね。このあたり大丈夫でしょうか。そして D です。ギアルドステロン症は、副腎髄質からのアルドステロンの分泌が増加しているよーとあるんですけど、これは、副腎髄質はアドレナリン、ノルアドレナリンでしたよね。そう。なので、これ、アルドステロンというホルモンは、副腎皮質でしたね。そう。副腎皮質でした。なので、副腎皮質ホルモンとも呼ばれてるんですけど、そのギアルドステロン症は、その副腎皮質からアルドステロンが、の分泌が増加。じゃないんですよ。増加していないにもかかわらず、症状が生じちゃうので、偽物のアルドステロン症、偽アルドステロン症と出ておりますので、ここ2箇所引っ掛けてきておりますので、十分に気をつけておきましょう。はい。ということで、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い79番です。医薬品の副作用に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は正解。それから B ですね。外装薬。あ、外装薬、ごめんなさい。眼装薬ですね。眼装薬、うがい薬は、その多くが、唾液や粘液によって食道へ流れてしまうため、そして咽頭粘膜からの吸収が少なく、ショック等のアレルギー性の副作用を生じることはない。いや、そんなことありません。副作用を生じることがあります。うがい薬でも、要素によるアレルギーとかを持っている人はですね、ショック症状出ちゃうこともありますので、B は誤りとなります。はい、それから C、間質性肺炎を発症すると、肺胞と毛細血管の間のガス交換、効率が上昇して、酸素を過剰に、取り込み、体内は高酸素状態ですよとあるんですけど、これガス交換の効率が低下していきます。低下することによって、酸素をですね、過剰に取り込むことができません。要は取り込むことができなく、低くなります。ということで、体内は高酸素じゃなくて低酸素状態になっちゃいますので、C は誤りとなります。はい。ということで、D は正解。なので答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。80番ですね。最後です。医薬品の副作用に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているのは、これ2番が誤っておりますね。重複剤により、光線過敏症が現れた場合には、皮膚が太陽光線にさらされることを防ぐため、重複剤を剥がさないよ。いや、剥がしてあげてください。ね。いや、我慢して。いや、ダメです。しっかりと剥がしていく必要がございますので、2番が誤っている記述となります。はい、ということで、ここ第2章、特にですね、最後、医薬品を使用したことによる主な副作用が出てきております。このあたり、結構最近難しい問題も出てきておりますので、引っかからないようにしていただきたいと思いますので、ぜひぜひ、しっかりと復習、強化してあげてください。はい、ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アートなどに登録していただきますと、試験情報だったりとか質問などもいろいろお受けしたいと思いますので、ぜひぜひご利用ください。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。